ちょうど初七日の夜のことでした。私は死んだ弟の書斎に入って、何かと彼の書き残したものなどを取り出しては一人物思いにふけっていました。まださして世もふけていないのに、家中は涙に湿って、しんと静まり返っています。そこへ持ってきて、 なんだか審判のお芝居めいていますけれど、遠くの方からは物売りの呼び声などがさも悲しげな調子で響いてくるのです。私は長い間忘れていた幼いしみじみした気持ちになって、ふとそこにあった弟の日記帳を繰り広げてみました。 この日記帳を見るにつけても、私はおそらく恋も知らないでこの世を去った二十歳の弟を哀れに思わないではいられません。内着物で友達も少なかった弟は、自然、書斎に引きこもっている時間が多いのでした。 細いペンで克明に書かれた日記帳からだけでもそうした彼の性質は十分うかがうことができますそこには人生に対する疑いだとか信仰に関する反問だとか彼の年頃には誰でもが経験するところのいわゆる青春の悩みについて幼稚ではありますけれど いかにも真摯な文章が書きつづってあるのです私は自分自身の過去の姿を眺めるような心持ちで一枚一枚とページをはぐってゆきましたそれらのページには至るところにそこに書かれた文章の奥からあの弟のハトのような臆病らしい目が じっと私の方を見つめているのです。そうして3月9日のところまで読んでいったときに、感慨に沈んでいた私が思わず軽い強制を発したほども私の目を引いたものがありました。それは純潔なその日記の文章の中に、初めてぽっつりと、 華やかな女の名前が現れたのです。そして、発信欄と印刷した場所に、北川幸恵、はがきと書かれた、その幸恵さんは私もよく知っている、私たちとは遠縁にあたる家の若い美しい娘だったのです。それでは、 弟はさんを恋ししていいたのかもしれない私はふとそんな気がしましたそこで私は一種の淡い旋律を覚えながらなおもその先を紐解いてみましたけれど私の意気込んだ予期に反して日記の本文には少しも幸恵さんは現れてこないのでした ただ、その翌日の受信欄に、北川幸恵、はがきとあるのをはじめに、数日の間を置いては、受信欄と発信欄の双方に、幸恵さんの名前が記されているばかりなのです。そして、それも発信の方は3月9日から5月21日まで、受信の方も、 同じ時分に始まって5月17日まで両方とも三月に足らぬ短い期間続いているだけでそれ以後には弟の病状が進んで筆を取ることもできなくなった10月半ばに至るまでその彼の絶筆とも言うべき最後のページにすら一度も幸江さんの名前は出ていないのでした。 数えてみれば、彼の方からは8回、幸恵さんの方からは10回の文通があったに過ぎず、しかも彼のにも幸恵さんのにも、ことごとく、はがきと記してあるのを見ると、それには多文をはばかるような種類の文言が記してあったとも考えられません。そして、 また日記帳の全体の調子から察するのに、実際はそれ以上の事実があったのを彼がわざと書かないでおいたものとも思われぬのです。私は安心とも失望ともつかぬ感じで日記帳を閉じました。そして弟はやっぱり恋を知らずに死んだのかと寂しい気持ちになったことでした。 やがてふと目を上げて机の上を見た私はそこに弟の居合の小型の主文庫の置かれているのに気づきました彼が生前一番大切な品々を収めておいたらしいその高巻の古風な主文庫の中にはあるいはこの私の寂しい心持ちを癒してくれる何者かが隠されていはしないか そんな好奇心から私は何気なくその主文庫を開いてみました。するとその中にはこのお話に関係のないさまざまな書類などが入れられてありましたが、その一番底の方から、ああ、やっぱりそうだったのか。いかにも大事そうに白紙に包んだ11枚の絵はがきが、 ゆきえさんからの絵はがきが出てきたのです。恋人から送られたものでなくて、誰がこんなに大事そうに主文庫の底へ秘めて謎を置きましょう。私はにわかに胸騒ぎを覚えながら、その11枚の絵はがきを次から次へと調べてゆきました。 ある感動のためにはがきを持った私の手は不自然に震えてさえいました。だがどうしたことでしょう。それらのはがきにはどの文面からもあるいはまたその文面のどの行間からさえも恋文らしい感じはいささかも発見することができないのです。それでは 弟は彼の臆病な気質から心の中を打ち明けることさえうしないで、ただ恋しい人から贈られた何の意味もないこのスーツの絵はがきをお守りか何ぞのように大切に保存して、かわいそうにそれをせめてもの心やりにしていたのでしょうか。そして、とうとう、 報いられぬ思いを抱いたまま、この世を去ってしまったのでしょうか。私は雪江さんからの絵はがきを前にして、それからそれへとさまざまな思いにふけるのでした。しかし、これはどういうわけなのでしょう。やがて私はそのことに気づきました。 弟の日記には、幸恵さんの受診は10回きりしか記されていないのに、それはさっき数えてみて覚えていました。今ここには11通の絵はがきがあるではありませんか。最後のは5月25日の日付になっています。確かその日の日記には、受信欄に幸恵さんの名前はなかったようです。 そこで私は再び日記帳を取り上げて、その5月25日のところを開いてみないではいられませんでした。すると私は大変な見落としをしていたことに気づきました。いかにもその日の受信欄は空白のまま残されていましたけれど、本文の中に次のような文句が書いてあったではありませんか。 最後の通信に対して、Y より絵はがき来る。失望。俺はあんまり臆病すぎた。今になってはもう取り返しがつかぬ。ああ。Y というのは、雪江さんのイニシャルに相違ありません。他に同じ頭字の知り人はないはずです。しかし、 この文句は一体何を意味するのでしょう日記によれば、彼は幸恵さんのところにハガキを書いているばかりです。まさかハガキに恋文をしたためるはずもありません。では、この日記には記していない風章を、それがいわゆる最後の通信かもしれません。送ったことでもあるのでしょうか そしてそれに対する返事としてこの無意味な絵はがきが返ってきたとでも言うのでしょうかなるほど以来彼からも幸恵さんからも交通を立っているのを見るとそうのようにも考えられますでもそれにしてはこの幸恵さんからの最後のはがきの文面は たとえ拒絶の意味を含ませたものとしてもあまりに変です。なぜといってそこにはもうその自分から弟は病の床についていたのです。病気見舞いの文句が美しい首席で書かれているだけなのですからそしてまたこんなに克明に発信受信を記していた弟が 八通のハガキのほかに封書を送ったものとすれば、それを記していないはずはありません。では、この失望云々の文句は、一体何を意味するものでしょうか。そんなふうにいろいろ考えてみますと、そこにはどうも辻褄の合わぬところが、表面に現れている事実だけでは、 解釈のできない秘密があるように思われます。これは亡き弟が残していった一つの謎として、そっとそのままにしておくべき事柄だったかもしれません。しかし、何の因果か私には、少しでも疑わしい事実にぶつかると、まるで探偵か犯罪の後を調べ回るように、 あくまでその真相を突き止めないではいられない性質がありました。しかもこの場合はその謎が本人によっては永久に解かれる機会がないという事情があったばかりではなくそのことの実費は私自身の身の上にもある大きな関係を持っていたものですから持ち前の探偵癖が 一層の力強さを持って私をらえたのです私はもう弟の死を悼むことなぞ忘れてしまったかのようにその謎を解くのに夢中になりました日記も繰り返し読んでみましたその他の弟の火器の謎も残らず探し出して調べましたしかし そこには恋の記録らしいものは何一つ発見することができないのです。考えてみれば弟は非常なはにかみ屋だった上にこの上もなく用心深い太刀でしたからいくら探したとてそういうものが残っているはずもないのでした。でも私は夜の更けるのも忘れて このどう考えても解けそうにない謎を解くことに没頭していました。長い時間でした。やがて、種々シま様々な無駄な骨折りの末、ふと私は弟のハガキを出した日付に不信を抱きました。日記の記録によれば、 それは次のような順序なのです3月9日12日15日22日4月5日25日5月15日 21日この日付は恋する者の心理に反してはいないでしょうかたとえ恋文でなくとも恋する人への文通が後になるほどうとましくなっているのはどうやら変ではありますまいかこれを雪江さんからのハガキの日付と対象してみますと なおさらその変なことが目立ちます3月10日13日17日23日4月6日14日18日26日5月3日 二十五日,25日これを見ると幸恵さんは弟のハガキに対してそれらは皆何の意味もない文面ではありましたけれどそれぞれ返事を出している他に4月の十四日十八日五月の三日と少なくともこの三回だけは 彼女の方から積極的に文通しているのですが、もし弟が彼女を恋していたとすれば、なぜこの3回の文通に対して答えることを怠っていたのでしょう。それはあの日記帳の文句と考え合わせて、あまりに不自然ではないでしょうか。日記によれば、 当時弟は旅行をしていたのでもなければ、あるいはまた筆も取れぬほどの病気をやっていたわけでもないのです。それからもう一つは、雪江さんの無意味な文面だとはいえ、この頻繁な文通は相手が若い男であるだけに、おかしく考えれば考えられぬこともありません。それが、 双方とも言い合わせたように5月25日以後はふっつりと文通しなくなっているのは一体どうしたわけなのでしょうそう考えて弟のはがきを出した日付を見ますとそこに何か意味がありそうに思われますもしや彼は暗号の恋文を書いたのではないでしょうかそして、 このはがきの日付がその暗号文を形作っているのではありますまいか。これは弟の秘密を好むたちだったことから押して、まんざらありえないことではないのです。そこで私は日付の数字が、いろはか、あいうえおか、ABC か、いずれかの文字の順序を示すものではないかと、 いいちいち試してみましたこうか不こうか私は暗号解読についていくらか経験があったのですするとどうでしょう3月の9日はアルファベットの第9番目の i 同じく12日は第12番目の L そういうふうに当てはめていきますと、この八つの日付は、なんと、I love you と解くことができるではありませんか。ああ、なんという子供らしい、同時に世にも辛抱強い恋文だったのでしょう。彼はこの、私はあなたを愛するというたった一言を伝えるために、 たっぷり3ヶ月の日誌を費やしたのです。本当に嘘のような話です。でも弟の異様な性癖を熟知していた私には、これが偶然の富豪だなどとはどうにも考えられないのでした。かように推察すれば一切が明白になります。失望という意味もわかります。 彼が最後の「U」の字に当たるはがきを出したのに対して、幸恵さんは相変わらず無意味な絵はがきを報いたのです。しかも、それはちょうど弟が医者からあの忌まわしい病を宣告せられた自分なのでした。かわいそうな彼は、この二重の痛手にもはや再び恋文を書く気になれなかったのでしょう。 そして誰にも打ち明けなかった。当の恋人にさえ打ち明けはしたけれど、その意志の通じなかった切ない思いを抱いて死んでいったのです。私は言い知れぬ暗い気持ちに襲われて、じっとそこに座ったまま立ち上がろうともしませんでした。そして、 前にあった雪絵さんからの絵はがきを、弟が主文庫の底深く秘めていたそれらの絵はがきを、何のゆえともなくぼんやり見つめていました。すると、おお、これはまあなんという意外な事実でしょう。ろくでもない好奇心よ。呪われてあれ。 私はいっそすべてを知らないでいたほうがどれほどよかったことか。この幸恵さんからの絵はがきの表にはきれいな文字で弟の宛名が書かれた脇に一つの例外もなく切手が斜めに貼ってあるではありませんか。わざとでなければできないようにきちんと行儀よく斜めに貼ってあるではありませんか。 それは決して偶然の粗相などではないのです。私はずっと以前、多分小学時代だったと思います。ある文学雑誌に切手の貼り方によって秘密通信をする方法が書いてあったのを、もうその頃から好奇心の強い男だったと見えてよく覚えていました。中にも恋を表すには、 切手を斜めに貼ればよいというところは実は一度応用してみたことがあるほどで決して忘れませんこの方法は当時の青年男女の人気に投じて随分流行したものですしかしそんな古い時代の流行を今の若い女が知っていようはずはありませんがちょうど雪絵さんと弟との文通が行われた時分に 宇野浩二の「二人の青木愛三郎」という小説が出てその中にこの方法が詳しく書いてあったのです当時私たちの間に話題になったほどですから弟も幸恵さんもそれをよく知っていたはずですでは弟はその方法を知っていながら幸恵さんが美月も同じことを繰り返して ついには失望してしまうまでも彼女の心持ちを悟ることができなかったのはどういうわけなのでしょうその点は私にもわかりませんあるいは忘れてしまっていたのかもしれませんそれともまた切手の貼り方などには気づかないほどのぼせきっていたのかもしれませんいずれにしても 失望などと書いているからは、彼がそれに気づいていなかったことは確かです。それにしても、今の世に格も古風な恋があるものでしょうか。もし私の推察が謝らぬとすれば、彼らはお互いに恋し合っていながら、その恋を訴え合ってさえ言いながら、しかし、 双方とも少しも相手の心を知らずに、一人は痛手を負うたままこの世を去り、一人は悲しい失恋の思いを抱いて、長い生涯を暮らさねばならぬとは、それはあまりにも臆病すぎた恋でした。雪恵さんは裏若い女のことですから、まだ無理のない点もありますけれど、 弟の手段に至っては、臆病というよりはむしろ卑怯に近いものでした。さればといって、私は亡き弟のやり方を少しだって責める気はありません。それどころか、私は彼のこの一種異様な性癖を世にも愛しく思うのです。生まれつき非常なはにかみ屋で、臆病者で、 それでいてかなりの自尊心の強かった彼は、恋する場合にも、まず拒絶された時の恥ずかしさを想像したに相違ありません。それは弟のような気質の男にとっては、常人には到底考えも及ばぬほどひどい苦痛なのです。彼の兄である私には、それがよくわかります。 彼はこの拒絶の恥を予防するために、どれほど苦心したことでしょう。恋を打ち明けられないではいられない。しかし、もし打ち明けて拒まれたら、その恥ずかしさ、気まずさ、それは相手がこの世に生きながらえている間、いつまでもいつまでも続くのです。 何とかして、もし拒まれた場合には、あれは恋文ではなかったのだと言い抜けるような方法がないものだろうか。彼はそう考えたにそうありません。その昔、大宮人は、どちらにでも意味の取れるような恋かという巧みな方法によって、あからさまな拒絶の苦痛を和らげようとしました。 彼の場合はちょうどそれなのです。ただ彼のは日頃愛読する探偵小説から思いついた暗号通信によってその目的を果たそうとしたのですがそれが不幸にも彼のあまり深い用心のためにあのような難解なものになってしまったのです。それにしても 彼は自分自身の暗号を考え出した綿密さにも似合わないで、相手の暗号を解くのに、どうしてこうも鈍感だったのでしょう。うぬぼれすぎたために、とんだ失敗を演じる例は、世にままあることですけれど、これはまたうぬぼれのなさすぎたための悲劇です。なんという本意ないことでしょう。 ああ、私は弟の日記帳をひもといたばかりに、取り返しのつかぬ事実に触れてしまったのです。私はその時の心持ちをどんな言葉で形容しましょう。それがただ若い2人の気の毒な失敗を悼むばかりであったなら、まだしもよかったのです。しかし、 私にはもう一つのもっと利己的な感情がありましたそしてその感情が私の心を狂うばかりにかき乱したのです私は熱した頭を冬の夜の凍った風に当てるためにそこにあった庭下駄を突っかけてふらふらと庭へおりました そして乱れた心そのままに木立の間をぐるぐると果てしもなく回り歩くのでした弟の死ぬ二か月ばかり前に取り決められた私と幸恵さんとの取り返しのつかぬ婚約のことを考えながら